はい、アトラスラジオレターフロムアトラスの時間がやってきました。はい、はい、毎日ね暑い日がまた続きますね。また続きますね。なんかね、またがぶれそうな。また続きますね。ちょっと待ってください。はい、その前今日なかなか出社しないんで死んだかと思いました。死んだかと思いました。今日実はね、バスにね一歩乗り遅れてしまいまして、ね。そうですか。僕伊勢屋の前で行き倒れになってるんじゃないかな。で、ま、だ今日も先生がだってコーヒー牛乳とコロッケでね頼むから行き倒れになるわけにいかないじゃないですか。うん、なるほど。ねこれを運ばなくてはいけない。コロッケを運ばないとって。その使命感だけでね来てますよ。そうね、はい、というわけでですね、先日はね近光さんとゆりはなさんの超能力ライブね、大変盛況で、大盛況でしたね。ねすごかったですね、うん、もうこれ、うん、もう次やってくれってもうすごい、あ、そうですか、うん、すごい盛況、すごいですよね、うん、もう次々って希望が来てますから、はい、はい、ね、やりますか、またやらざるを得ないですね、やらざるを得ないと、うん、そうですね、またねやりましょう。1月ぐらいどうですか。1月ぐらいですね。ね、はい、でついに頂上メンバーが揃いました。頂上メンバー、アーリンと近道という、はい、揃いましたね。なんとあれですもんね、うん、徳島ツアーの時にねライブをやろうとしていて、うん、そうね、でねツアー自体なくなっちゃったので、ね、ライブもなくなって残念ということですとか、じゃあ来年の1月あたり、うん、ね、ライブをやりますということで ね、 そうですね、はい、あとですね、ブルーのグリグルここで掴んじゃダメですね、ブルーのグルーニングさん、グルーニング、はい、ね、こちらのね映画上映会がねなんと船橋であるんですよ。また5時間もかかる映画なんでしょ。5時間ぐらいかかりますね。ですので私この間見に行った時はね座布団持参で見てましたね、うん、でね、結構ほとんど寝てしまってたんですけれども、うん、それはそれでねいいということなので、はい、9月15日船橋勤労市民センターの3階第3会議室でやるそうなんですね、うん、何日ですか、日曜日ですか。日曜日です、9月15日の日曜日、うん、あ、ちょっとね時間がね、座席予約が必要ですということでですね、ちょっとねこの申し込み先も概要欄に載せておきますね、ブルーのグルーニングさん、うん、でね、私この間のイベントとかもね成功しますようにということでお願いをしまして、うん、なるほど、はい、ですので結構スムーズにいったと思うんですよ、うん、はい、ということでね、まあ、お近くの方とかね、ご興味のある方はぜひお越しください。うん。はい。ということで、なんか先生から何か話題とかありますか？特にないですね。特にないですね。わ、うん、かりました。はい。では、お便りの方、させていただきますね。はい。はいはい、なんと、小俣の健さんから、ノストラダムスの話題が来ました。またですか？ノストラダムスね、大好きなのとね、結構、外れちゃってたのでね、ちょっと恨み節もあるのかな、と思います。うん、はい、ノストラダムス、1999年、救世主始動と40年後の終末到来。うん、山口先生、スタッフの皆様、こんにちは。小俣の玉尾。これね、玉男と書かれてますけど。軽いセクハラですね。小俣の玉尾。アナグラム喜んでますよ。喜んでます私が。でも私も結構ね笑いながら読んじゃうんで、なんか下ネタ好きなんだろうとか誤解されてますけど。いや好きでしょ。特に好きじゃない、特にね。ギラギラ笑うじゃないですか。笑ってごまかしてますけれども、だってねなんかこんな目くじら立てるのもねもう大人げないじゃないですか。いや僕みたいな上品な少年はダメですよ。うん、どこが上品なんですか、ね、僕は上品で育ってますからね。上品ですか、またまた、うん、ちょっと怪文ですね。ちょっと怪文、おまたの玉をね、お、あ、本当だ、怪文、回す文ということで、おまたの玉をさんですね、うん、はい、アナグラム使いの剣です。前回投稿したノストラダムスの1999年の予言に対し、山口先生の外れた予言、終わった予言という感想は、何も起こらなかった事実からしてノストラダムス予言を見限るに十分でした。1999年当時に踊らされた人にとって信じていただけに憎さ100倍、当然の反応だと思います。
私も。いや、俺信じてないよ。信じてなかったですか？ 99 年当時から信じてなかった、うん。信じてなかった。いや、私、これね、この話が出た時からね、1999年、私30何歳で、まあ、おばちゃんで子供2人ぐらいいてとかね、そういう想像はしてたんですよ。うん。まあ、全部当たらなかった。そんなにおばちゃんっぽくなかったかもしれないし、子供もいなかったしと。うん。はい。ということでですね。はい、私もベストセラーになっていたノストラダムスの大予言を読んで魅了され、5巻ほど買い続けましたが、女子高生の言葉をきっかけにフランスの秘密結社の話になった時、この人ダメだと見切りをつけ、全予言を紹介する本に興味は移行。そこに掲載された日本語訳をもとにキーワードをつなげることでストーリーを組み立て、終末の未来を知ろうとしましたが、どうあがいてもノストラダムスでは最終戦争の年は判明せず、ああでもないこうでもないと間違いを重ね続けました。あ、終末の未来が知りたかったんですね。私なんか脳天気なので終末なんて来ないさみたいな感じで今でも生きているんですけどね。まあ、来るのはいつか来るでしょう、ね。いつかは来るでしょうけど、うん、まあね、私がね、亡くなってからもうだいぶだいぶ先のことかなと思って、うん、ほとんど人ごとのようにしかね、考えてませんがね。はい、そして、7月31日になっても何も起こらず、コムを覚えた一人です。しかし、ノストラダムスは当たっていたという事実から、研究者個人の解釈が間違っていると考え、仏語辞書を購入し、1999年の予言を仏語原文から調べてみますが、アンゴルモアの解釈につまずき、似たような解釈しかできませんでした。そこで日本語で書かれた全予言を読めば、西暦が明記された過去予言6編があり、これが当たっていれば1999年も信じるに値するという当然の論理に行き着きました。研究者の解釈の検証をしたところ、これらが当たったことを証明した人はなく、研究者なら西暦予言の存在を知っているはずなのに、外れたことを知っているから触れない日本の第一人者など、あるいは年代を先送りして責任逃れ、当たったというので裏を取ったら嘘だった。研究者なのに外れと公言する人たちばかりで、驚くべきことにただの一辺すら当たったことを証明した人は一人もいませんでした。西暦という年代をピンポイントに明記したヒントがあるにもかかわらず、誰も解読できない。過去予言すら解読できずに、1999年の予言が解読できるはずはない。血眼になって研究している1999年の予言すら解明できないなら、他の1000編も信じるに値しない。ノストラダムスが信じられないのは山口先生はじめ当然の反応でしょう。この原因は、研究者ならノストラダムスはアナグラム、綴り替えを多用していることは知っているのに、根拠となっている西暦の数字もアナグラムになっているという発想が皆無だからです。703が773年のイエズス会解散、607が907年のフランスのモロッコ出兵、607が1600年のジョルダーノ・ブルーノの処刑、727が772年エジプトのクーデターなど、数字をアナグラムと考えれば歴史と予言は一致、見事に当たっていました。1609年が登場する2編の予言は、数字はアナグラムではありませんが、イエズス会を邪道とみなす内容なので、欧米のキリスト教徒には解読不能。この西暦が明記された予言6編が完全に当たったことが確認できて、初めてノストラダムスは信じるに値する、人生をかけられるという確信が生まれる。そして西暦予言解読に引き続き、過去予言を仏語原文から調べると、次第に解読法が判明、確信に至ります。過去予言では一つの単語を分割する手法も多用されており、アンゴルモアイコール、大文字なので、ANGE で大天使、OMIS で忘れられたに分割する。どんなに1999年の予言をこねくり回しても解決法には至りませんでしたが、急げば回れ。解読法の基礎、過去予言の検証から学べば簡単なことでした。また、過去予言は解読法を学ぶ基礎なのに、未来の解読を焦るあまり、ノストラダムスの信憑性を示す程度の扱いです。
最も有名なアンリ2世の槍試合での死ぬ予言ですら、予言では2つの目が潰れると書かれているのに、実際には片目に槍が突き刺さり死因となっています。占星術は星座や惑星に相当する1から12級に意味があり、ノストラダムスは占星術用語を暗号に使っていることは研究者は周知していますが、1から12の数字単体にも占星術意味があるのに、これを解読に応用した人は皆無なので解読できるはずがない。2の数字には安全の占星術意味があり、妻カトリーヌ・メディティの政治関与を強く禁じていたアンリ2世の死去により、カトリーヌは後の3代の王に関与、フランスをユグノー戦争に巻き込み安全を潰した歴史と一致。また LE や LA などは定冠詞であり、それあれなど意味がありますが代名詞も含め日本語訳では省略。しかしその単語の前後の単語を探せば、掛け言葉により答えが隠されており、求めよさらば与えられんと同じく、より詳細な内容が判明するのですが、掛け言葉の使用も皆無。多用されている掛け言葉による解読法も知らないので意味不明な予言ばかり。フランスの詩に掛け言葉を使った鑑賞法があるかは知りませんが、掛け言葉の文化がある日本だから、日本人がノストラダムスの解読者になるのかもしれません。ノストラダムスが信頼できないのは、自称ノストラダムス研究者たちが地道に過去予言を徹底的に検証し、解読法の基礎を学んでいないからです。数字の占星術意味を採用、代名詞の具体的内容を探る、掛け言葉により主語や述語を解明、一語の単語を分割など、解読テクニックを知らなすぎ、アナグラム一辺倒で真実に達するはずがなく、意味不明、間違い、出来損ないばかり、見限られて当然でした。10-72、1999年9月、9、待望、宗教の7、回復が始まる。天国に現れる一人の偉大な王、一番強い王をたじろがせる全道を切り開くから、あの理想の国、重要な王国をよみがえらせる、復活する中心地、忘れられた大天使に守られた王国、火星、戦争の前後、マルス、軍神は激しい対立によって君臨する。これは以前紹介した救世主が1999年に始動し、大衆霊獣が一番強い医者などを、霊衆体獣の救世主がたじろがせる予言ですが、これには続きがあります。ノストラダムスにおける救世主予言は他にも4編あり、計16編で構成されています。ノストラダムスの未来予言は単独ではなく、複数の予言でストーリー化されています。いつ宇宙時代になって1999年スタート。誰が日本の仮想民によって解読され、どうなる予言を実行することで救世ということが書かれています。はい、ということでね、ちょっと今回もね、長文になっているのでね、2回に分けさせていただけますね。うん、はい、どうですね、ノストラダムスの予言は、ちょっと外れちゃったなとか思うんですけどね。解読の方法がね、そこにこだわる理由は、なんかあるんですかね。思うにですね、ノストラダムスのね、なんか5巻あったんですね、ノストラダムスの、ね、うん、ね、5巻買ってしまったのに、という、ちょっと、なんかそういう気持ちがあるかも。いや、俺も買ってしまいましたよ。うん、え、5巻とも全部読みましたよ。全部買ってしまいました、うん、で、嘘だなと思いました。うん、そうですか。でも信じましたよね、ちょっとね。はい。子供の頃は。そうですね。これ結構子供の頃にね、出て、多分私はね、うちの父かなんかが買ったんだと思うんですよ。うん、家に、ね、本があったのは覚えています。うん。はい。大人になったらちょうど仕事を始めたばっかりで、うん、はい。30代かな？はい。30歳になってたんかな？はい。30ちょっと過ぎで、うん、忙しい係長になったばっかりだから、はい。忙しくて全然忘れました。ああ。そうですか。で、私はね、ちょうど1999年の7月に、
あれですよ、家を建てようとして、金賞契約を結んだのが、確かね、1999年7月で、で、うん、夫もね、ノストラダムス信じてたのに、それで、うん、もう来月ね、うん、地球が滅亡するのにね、うん、家なんか建ててる場合か、とか言ってたんですけど、うん、まあ、最後にね、その家を建てて終わってもいいんじゃないの、とか、うん、結構なんか滅亡することを信じていた気もしますね。うん、はい、いや俺は全然信じない。忙しくて忙しくて、ああじゃあ忘れちゃって、忙しいなと思って、あ、はい、もう8月になってるわ、うん、終わってましたよ。あら、そうですか、はい、ということでですね、くしくも今年は昭和数えると99年らしいんですよね。昭和99年、はい、でもう2日、うん、今収録のなんか2日前、9月9日がちょうど9が4つ並ぶっていうので、うん、結構話題になってました、ね、うん、ああそうなんだ、全然知らないうちに終わってしまいましたけどね。で、ちょっと今収録してる9月11日というのがなんか2001年でしたっけ？あのニューヨークの、うん、あのすごいテロがあった日なんですよね。そうですよね。はい。ということでいろいろとね、なんか事柄が積み重ねて生きていきますけどね。はい、ということで、ね。まあいろいろありますけどね。ありますね、いろいろね。はい。ということでね、ケンさんまたちょっと次回に続けさせていただきますね。うん、はい、次のお便り。はい、山口敏太郎先生、アイムさん、タートルカンパニーの皆様、こんばんは。初めてお便りを書きます。はいはい、あなたの歯姫と申します。歯姫。歯姫って、ね、歯の、この口の中に入ってる歯という字にお姫様の姫。で、歯姫さん。歯姫さん、はい、うん、いつも楽しくアトラスラジオを拝聴しております、はいはいはい、今回は私が体験した不思議なお話を聞いていただきたくメールを送らせていただきました、うん、あ、いいですね、もう初めての方ね、あの大歓迎ですよ、うん、はい、山口先生は浅間神社と読むか、ちょっとね、浅間神社と読むかちょっとよくわからないんですけれども、うん、まあ、浅間という字ですね、うん、ご存知でしょうか。うん、別名首狩り神社とも呼ばれる心霊スポットなのですが、私は先日友人2人とそこに行ってきました。その時の体験談を話します、うん、首狩り神社は足、腹、頭を祀る3つのスポットがあり、神社の入り口から最初の足浅間という場所までは数百段の階段が続いています、うん、そしてその神社の有名な噂として、階段の最初の1段目と3段目を踏むと呪われる、うん、列になって登ると最後尾の人が呪われるなどがあります。真相はわかりませんが、呪われるのは嫌なので私たちは注意しながら登りました。なんとか階段を登り切ると正面に拝殿とその横に大きな木があったのですが、私は妙にその木が気になりました。恐る恐る近づいてみると、なんとその木の幹にはおびただしい数の穴が開いていたのです。それは明らかに人の手でまるで太い釘を何度も打ちつけたような無数の穴でした。瞬時に牛の刻参りだと思いました。気味が悪くなった私たちはお参りを済ませすぐ帰ることにしました、うん、全員で階段を下っている最中、突然後ろで2人が喧嘩を始めました。喧嘩は次第にヒートアップし、しまいには2人とも怒鳴り合い、手がつけられないと思い、私は先に降りて待つことにしました、うん、やがて降りてきた友人たちでしたが、気持ちが高ぶっていたこともあり、男の子が踏んではいけないと言われていた段を最後にうっかりと踏んでしまったのです。しかしその場では何かが起きるということもなく、私たちは解散しました。後日聞いた話ですが、首狩り神社に行った日の夜から男の子は原因不明の高熱が数日続いたそうです。病院を受診しても検査をしても原因は不明で、かなり長い間苦しんだようでした。高熱の原因は一体何だったのでしょうか。神社で喧嘩をしたこと、階段を踏んだこと、原因は謎のままですが、なんだか不気味です、うん、今回幽霊こそ見なかったものの、それ以上に怖い体験をしたので、今度は軽い気持ちで心霊スポットに行くのはやめようと思った出来事となりました。行かない方がいいんじゃない、普通に。心霊スポットはね、なんかそうそうそう、昔はね、みんなよく行ってましたけど、なんか、ね、首狩り神社は有名ですよ。あ、そうなんですね、心霊スポット結構、うん、あの、コマガジンで漫画描いてた時も、はい、あの、言われましたよ。はい、よくリクエストで、はい、
首狩り神社とかね。首狩り神社について書いてくださいっていうリクエストが。押上神社とかね。うん、はい。へえ、そうだったんですね。すぐ出てきましたね。はい、愛知県豊橋市。愛知県ですか。うん、はい。豊橋か。読み方は、浅間神社、浅間神社。うん、ちょっと振りがなまではそこもわかんないですけど。なんか、カンカンと音が聞こえるとか、うん、なんかそういうのがあるみたいな話。カンカンと音が聞こえる。はい。うん、ちょっと私も実はね、そう、調べたけど、ちょっと読み方はやっぱり分かんなかったんですよ。はい。呪いの穴が開いてたのね。呪いく、ね、呪いくいいの。はい。牛の国参りね、やってたんでしょうかね。うん、ちょっと不気味ですね。はい。拙く長い文章になってしまいすみません、うん。私は現在学生ですが、周りにオカルト好きな人が少なく残念です、うん。もっとオカルト好きを増やすために学校でアトラスラジオの布教活動を頑張るので、山口先生はじめタートルカンパニーの皆様もお体に気をつけてこれからも活動頑張ってください。応援しています。ね、ありがたい。本当ありがたいですね。もう娘のような、うん。ね、そう。そうそうそう。娘通り越して孫のようなみたいな、ね、学生さん、ね、うん、嬉しいですね。でね、あなたの母姫と最後に書かれてますよ。母姫。はい、母姫さんね。僕は今、歯医者に通ってると知ってるんですかね。あ、歯医者に通ってるんですね。まあ、もう、すごい、はい、虫歯になっちゃってね。はい、もう、まだ、うん、金、明日も行くんですけど。行くんですか、うん、そう、私もね、すごい歯が弱くてですね、うん、もう体の中で一番お金かけてるのが、こう、口の中の歯なんですよ。硬いもの食べられない。食べられないんです、硬いものとかね。なんかすぐね、なんか前歯の差し歯取れちゃったりとかね。うん、はい。ということでね、ちょっと怖いですね。神社でその呪い事があるのってね、うん、なんか怖いですよね。神様に拝みに行くところと思ってる、ね。そうですね。うん、大阪でね、釜、はい、を、釜、はい、を刺す神社ありますよ。釜を刺す？釜。釜を刺す？うん、釜をブスブスっと、うん。で、刺す場所がある、設けられてるってことですか？日暮環奈と一緒に行ったんですけどね。はい、で、そしたらね、はい、実際の名前が載ってましたよ。はい。有名な人の。誰か、言っちゃっていい？ちょっと待ってください。有名な人を呪って釜を刺してあるってことですか？そうそうそう。ね、言っちゃまずいんじゃないでしょうか、ね。あ、こいつが書かれてると。でいかにも書かれそうな人ですか？いや、それ悪い人じゃないんですよ。悪い人じゃなさそう。うん、あ、そうそう。あ、それね。はい。釜八幡宮。釜八幡宮。そう。ほう。岡山県です、ね。いや、大阪にもあるよ。大阪ですか？釜八幡。いろいろとね、あるんですね。そう、呪い事をする神社がね。そう、それで行ったらね、うん、そこでおばさんがいて、うん、おばさんが、宮司さん代わりで、うん、はい。誰かがね、はい、誰かがついてきたんだよね。田中くんがいたのかな、田中俊之さん、偶然、田中くんがいたのかもしれない。同じ宿になって。はい、階段グランプリの時。はい、田中くんが、こうやって帰ってる時に、はい、その宮司のお母さんが、はい、こっち、田中に向かってこうやって、うん、なんか、うん、くじを切って。田中さんに向かって、なんか忌まわしいものが見えちゃったんですかね。呪いかけられたじゃん。呪いかけられた、その方に呪いをかけられてしまった。うん、ちなみに誰の名前が書いてたかっていうと、うん、あとで教えてくださいよ。他のやつだったら別にハハハーンと笑ってる。意外とその後先生のもあったりしてね。いや、俺のはあったらまあ当然だなと思う。当然そうですね。うん、なんですか。ちょっと脅かしてみただけですね。はい、ということでですね、母姫さんどうもありがとうございました、はいはい、ね、初めての方なのでね、開運はがき、先生が痩せてた頃の写真の開運はがき、あ、そうか、住所がないのか、じゃあね、母姫さん住所とかね送っていただけたら開運はがき、さっきもラジオで言われましたよ、ラジオの打ち合わせで、はい、山津子の知らない世界を見てたんですけど、はい、山口先生痩せたんですねって、痩せたんですね、その後また太りました。マツコの知らない世界さんでね、先生がね、出演した時のね、こう写真何枚かね、いただいてて、うんうん、先生のこう体の太り具合の変遷がわかるんですよ。あ、そうですか。あとなんかちょっとね、なんか少年っぽい感じの時もありましたし、太ったり痩せたりしてる感じかな。太ったり痩せたり忙しいですよね。忙しいですね。いや、うん、あれはね、血圧の薬を飲めと。はい。
三食。はい。で、三食食べろと。はい。今まで一食にしてたから痩せたんですよ。はい。で、三食食べて、はい。薬を飲んでたら、はい。血圧の薬飲まなくて良くなったんで、はい。また元に戻れると。戻れると。だからまた食事の量を減らしますよ。あ、でもなんか昔なんかね、痩せすぎかなって思った写真もありますのでね。あ、痩せすぎちゃって。痩せすぎちゃってね。で、痩せすぎるとみんなからね、病気ですかって言われちゃうし。がんなんでしょう。がんなんでしょう。正直に私に言ってください。本当はがんなんでしょうって。いや、がんだったらがんだって言いますからって。はい。だから、私に言ったら治しますとか、そういう感じの人なんですか？そういう人いっぱいいましたよ。すごいですね。僕にだけ言ってください。うん、うん。で、いや、うん、違うからってさ。また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 。そんなことおっしゃって。はい。本当は癌なんでしょうとか言って。ああ。いや、うん、違うって。心配されてしまいますけどね。そうなんですよ。うん、でもなんかね、癌になっても、まあ、早期発見とか、あとね、こちらでは、立院さんが、結構、ね、いますからね。ね、聞くかなという感じありますからね。僕の友人が癌になって。はい。ね、結構、萩尾さんっていう、見かけの友人が癌になってね、はい、調子が悪かったんですけど、はい、立院に行くことを勧めましたよ。はい、で、うん、彼はね、はい、全然そういうことを信じてなかったんですよ。はい、そんな立院なんか行ったって、癌化したって効果あるわけないじゃんとか言ってたんですよ。はい、そしたらね、珍しくね、はい、こう行ってみな、俺の名前出せばすぐ通るからって言ったら、はい、あ、わかった、行ってみるわ、って言って、はい。大阪に住んでるんですけど、素直に聞きましたよ。で、行かれて、多分行かれたと思いますから。治りましたか。いや、ね、まだ治ってないですよ。まだ。つい先々週のことですから。はい。あ、そうですか。じゃあね、治ったらいいですね、うん。はい。ということでですね。では、うん、次のお便りに行きますよ。はい。はい。コラボのリクエスト。はい、山口敏太郎先生とタートルカンパニーの皆さん、うん、こんにちは、はい。コーヒーが大好きなヘイゼルです。あ、久しぶりだ。これもね、すごい不思議なことが、うん、実はね、前々回かな、なんかね、なんだっけな、アップルパイが大好きなシュパーゲル田中さんという方の、ね、うん、お便り読んだ後、私が何気なく、コーヒーが大好きなヘイゼルさんはお元気でしょうかみたいに言ったら、うん、その放送を聞かない前、聞く前にですね、うん、ヘイゼルさんからこのお便りが来てて。お便り、来た。お便り。なんで外人になるんですか？お便りが来てた。ヘイゼルさんね、外国に住んでる方ですよ、確か。ほんで、思わず黙ってしまいました。思わずなんかね、そう、連動してしまったんですよね。ちょっとびっくりしてしまいましてね、うん、ヘイゼルさんに呼びかけたら、なんかヘイゼルさんからお便り来てたわーと、言うか。来てたわー。いちいちね、上げ足取んなくていいんですけど、ちょっとね。なんか変でしょ。変です。来てたわー。ね、急に日本人丸出しだって。何ですか、日本語なまり、外国なまりになったり。そうなんです。だからね、ちょっとね、びっくりしてしまいましたけれどもね、うん、ヘイゼルさんからのお便り。久しぶりですね。久しぶりですね。はい。元気ですね。この、うん、元気だったそうです。またね、お便りいただいて、元気でしたということでね。うん、はい、この数年、ホタルを見ないまま夏が終わっていくなぁと思いながらメールしています。以前、島田秀平さんの動画で、琉球風水師のシウマさんとのコラボを見ました。ああ、はい、はい。シウマさんね、はい。彼元ホリプロだったんですよ。あ、そうなんですか。ホリプロで、はい、ホリプロ時代に、うん、ホリプロ時代のマネージャーに名刺交換してもらって、うん、はい、で、辞めてどっかモデルさんの事務所に移ったんじゃなかったシウマさんが？そうへぇ、はい。で、今はね、占い師になってらっしゃると。まあ、当時から占い師ですよね。あ、当時からだったんですね。琉球風水師ね。はい、数字にはそれぞれに違う意味があったりして、なかなか面白かったです、うん。ラッキーだと言われる数字を生活の中に利用するのは良いと思います。うん、色にも意味があるとか聞いたこともあります。それは誰が専門かわかりませんが、そういう話も時には面白いと思います。うん、どうでしょうか。シウマさんとのコラボをリクエストします。シウマ君ギャラが高いんじゃないかな。うん、あ、そうなんですか。あ、私もね、シウマさんのね、携帯電話の下4桁の数字の占い、うん、で結構当たってるかなと、いい数字なんですよ。あれ、でも俺が最初にやったんだよ。え、先生ですか。携帯電話占いって。携帯電話占い。携帯電話の番号で、うんうん、足して、はい、全部足して、はい、出た数字によって運命が変わるっていう。先生のこう全部の数字。
俺はね、8桁とか9桁とかですか、うん、何桁かな全桁足してたと思います。全部足して。足して、はい、で、出る数字が5だったり、6だったりする数字によって運命変わるっていうのは、はい、俺、サービス、ネットのサービスでやりましたよ。携帯電話サービスかな、はい、でやりましたよ。へえ、そうだったんですか。なんか昔ありましたね。なんかそういう、足して全部足して。全部足してとかね、よく占いとかありましたけど。ということで、じゃあ、シウマさんはなかなかコラボ難しそう。わかんないね。今、事務所的に、まあ、柴田くんとは先輩後輩の旧知の仲だから、はい、すぐ話がまとまったんだけど、はい、まあ、これはね、ちょっと難しいかな。そうですね。ギャラが、そこまでマネージャーさんと仲良かったわけじゃないんで、はい。わかんないですね。わかんないですね。はい。ということでね。交渉してみないと。はい。もしね、できたらいいなと。いや、10万人だと相手にしてくれないですよ。ああ、そうですか。島田くん60万人だから。はい。相手にしてくれる。そうそうそう。島田さんね、昔この事務所にお呼びしたことがあって、はい、その時ね、30万人ぐらいだったんですよ。そうですね。まあ、それでもすごいんですけれども、あれよあれよという間に60万人。うん、そうそうそう。すごいですね。でも最近アクセス落ちてるみたいな。そんな、また何そんなこと言って。いやいや、俺呼ばれてるんですよ。あ、呼ばれてるんで。あ、そういえばなんか。20日の日に。うん、ありますね。ちょっと本の宣伝してきますけど。あ、してきてくださいよ。うん、ね。あ、そうだったんですね。はい。ということでね、コーヒーが大好きなヘイゼルさん、どうもありがとうございました。はい。ではね、次のお便りいきますね。はい。はい。釣り針に引っかかった40センチの鱗。何ですか？すごいですね。40センチの鱗、でかいですね。はい。ビンタロウ先生、アイムさん、こんにちは。お久しぶりです。滋賀の HK です。半年ほど前に琵琶湖につながる河川で15メートル級の長さの生き物の波を見た件をお話ししましたが、この前また別の話を聞いたのでどうぞお聞きください。話してくれたのは40代男性の A さんです。それをわかりやすく書きました。はい、今から15年ほど前に琵琶湖の北部にある竹生島あたりで漁をする漁師と話す機会があり、その漁師が両腕を体の前で丸めて、前に釣り針に40センチくらいの鱗が引っかかったことがある。琵琶湖には何かすごい大きいやつがいるんや、と漁師は言っていた。これ、トースポ湯場図鑑に収録できる話だね。あ、そうですか？おはい、とのことですと。僕が思うに、魚を見られている漁師が鱗というのだから、丸く平べったい半透明のビニール板などではないはず。15年も前の話なので、その鱗が残っているかは不明です。顕微鏡で調べて欲しかったです。僕はワクワクしてきたので、淡水魚の水族館、アクアトト岐阜へ電話してみました。飼育担当者に、こんな話を聞いたんですよ。本当にいるんでしょうか、というと笑いながら、どうなんでしょうね、聞いたこともないですが、もしかしたらいるのかもしれませんね、ははは、と言われました。うん、相手にされなかった。どう、うん、しかしこの前電話した滋賀の釣り具屋や漁連って、漁業連合、会とかそういうやつですかね、冷ややかな対応よりはるかに親しみやすかったです。それにしても1枚の直径が40センチの鱗の魚なんて体長100メートル以上あると思います、ピラルクの体長と鱗の直径を参考に計算しました、ピラルクってね、わかります？なんかね、熱帯のなんか大きな魚ですよね。私もね、ピラルクとアロワナの区別がつかなかったけどね、だいたいわかりました、はい。でも100メートルって広い世界地図からしてみたらめちゃくちゃ小さな針の先ほどの点です、それを考えると泳ぎ回るスペースは十分あるはず、なのでもしかしたら琵琶湖の底に世界もしくは地底世界とつながる穴が開いてて、世界の水生ユーマたちはそこから出入りしているのかもしれません、この地球も湖底、海底、内部ではトンネルで複雑につながっているのかも。穴がどこにあるのか、近水さんに聞いてみてほしいです。穴ありますよ。3つぐらい見えます。今、あ、ちょっと待ってください。今2つ塞ぎました。あ、1個は大きくなってます。
ね、止めてくださいよ。いや、あの、どこまで行くのかなと思って、見てましたけどね、うん。そうですね。そんな感じで近道さんがね、あの、説明するかもしれませんけどね。そうですね。で、横で僕が、はい、冷ややかに。冷ややかに見ないで。あ、そう。あ、そうですか。冷ややかに見ないでね。うん、はい、2005年に出た琳太郎先生の本、日本の未知生物案内にも、うん、いくちという何キロメートルレベルの長さの水生生物のことが書かれていましたね。うん、あれは長い。それでは失礼します。うん、ということで、そうですね、琵琶湖はね、大きいからまた、大きい巨大な何者かが住んでそうな気が。そうね。しますよね。40センチって言ったら、これ A4 で最大で297なんで。はい。もっと大きいですね。で、それ、うん、うん。で、それがね、だから100メートルぐらいのね、大きなお魚が。いたんですかね。いるんでしょうかね。まあ、ね、だから半年前にもなんか巨大魚の波を、うん。あ、なんかに、そうそう、来たんですよ。そうそうそう見てるから。はい。半年前の情報と今回の40センチの、うん。鱗の情報を合わせて、うん。トースポのユーバー図鑑に収録。トースポに、ね、あ、いいですね。わかりました。じゃあその前のやつもね。ちょっと期待しといてね。東京スポーツ、ね、ネットで読みますから、うん。東京スポーツね。今度ね、うん、居酒屋で会談会やりますけどね。トースポ、うん、居酒屋。彼関西でしょ？こちらの方ね、どこの方ですか？関西でしたね。そっちの方ですかね。うん、はい。だから、うん、まあ、あ、滋賀の HK さん。だから、ネットで読みますから。うん、はい、東京スポーツ、未確認生物図鑑かな。はい。ユーバー図鑑。はい。うん、ということで、ね、私はね、この琵琶湖というのはね、中学の修学旅行で、ちょっとね、うん、一瞬行ったぐらいなんですよ、琵琶湖。ね、うん。なんかいろいろボートに乗ったりとかいろいろあるんでしょうかね、琵琶湖ね。うん。はい。ということでね、大きなユーマのお話。はい、滋賀の HK さんどうもありがとうございました。はい。はい、ね、今回お便りはこんな感じ。あ、ちょっとね、先に言っとこうかな。ちょっと日にち近いのでね。うん、はい、ですね、2022年に、怪談王で優勝した吉野さん、うんうん。吉野さんがね、今度ね、群馬県で怪談ライブをされるそうなんですよ。群馬で。まあ、吉野さんはね、うん、吉野&正恵というね、アコースティックデュオで全国をね、回って歌を歌うライブしてるんですけれども、うんうんうん、今度はですね、前橋市本町のダイニングベンというところでですね、うんうん、怪談ライブするんですって。なるほど。9月19日の木曜日。ちょっとね、日にち迫ってまいりましたのでね。うん、はい。で、こちら19時会場、20時開演。ということで、入場料3000円。ね、うん、ぜひね、こちらのね、近くにお住まいの方は。階段しかやらないのかな、吉野君。で、これは階段だけの、だと思いますよ。ギター弾きながら階段。それはね、いや、階段からってほしいな。でね、歌は歌で11月に東京の方に来るという連絡があるんですけれども、これはね、こうギター弾きながら。ギター弾きながら。ボロン、ボロン、うん、その時私が、じっと女の方を見ると、女が、じゃ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 んとかやってやればいいのにね。そういうのも面白そうですね。うん、今いないですよね、そういうふうに言われる人。いないよ、ね。ギター弾きながらか。弾き語り階段。弾き語り階段ね。なんか雰囲気ありますよね。弾き語り階段ってね。うん、いいですね。吉野君の個性にすればいいじゃん、ね。で、これ、なんかね、ギターじゃなくて琵琶だったらな、ますます。ババン。そういう雰囲気では耳なし法一じゃないんですけどね。耳取られますね。ちょっと、あの、はい。琵琶法師の。琵琶法師階段？階段聞いたことあります？琵琶法師の階段？うん。いや、聞いたことないです。いや、三浦翔一やってる姿を見たことありますよ。はい、やってる姿。青梅で、はい、小泉琵琶湖のイベントやった時に、はい。琵琶法師の人がいて、はい。元大学教授かなんかで、はい。今、琵琶法師。で、琵琶弾きながら、階段を語る。日本少女の金の声、はいはい、とか言って、うん。なんかすごい、またやったらいいですよね。いや、でもあんまり渋いイベントだったから、うん。渋いですよね。年寄りしかいなかったです。いいじゃないですか。僕が一番ヤングなぐらいで。あ、そうなんですね。うん、でも結構ね、お年召した方もね、そういうイベント好きですよね。うん、まあ、暇もありますよ。まあね、もうね、退職しちゃって。ああね、ご隠居やることない、ね。そうそうそう。だから、そういうのいいと思います。
はい、ということでね、吉野さんの怪談ライブが、9月19日に、前橋市でありますので、で、こちらはどうしようかな、概要欄とか、あといろいろね、アトラスニュースとか、ビビビのビンタロブログとかいろいろね、うん、載せておきましょう。あと、あの、レムリア会、うん、レムリア君のやつは？あ、や、あ、じゃそれもそうですね。ちょっと日にち近いから最初に言っときましょうか。いつもなんか告知最後になっちゃって、うん、ね、日にちがあれなのでね。さ、で、あの、同じく9月19日に東京の上野では、はい、東京スポーツのトースポの、会談があります。で、居酒屋で。エントリーが受け、うん、締め切られましたよ。あ、エントリー締め切りましたか。もう、あの、うん、観客、あとは観客が一人二人入れるくらいかな。あ、え、そう、結構盛況じゃないですか。いや、全部、あの、うん、僕がファンをいっぱい集めて。集めて、じゃあ席埋まり、送り込みましたから。席が埋まりつつあると。そうですね。ああ、じゃあちょっと申し込み先とか載せてね、いろいろと。語り部のエントリーの中にエスカリータリエが入ってるじゃないですか。入ってますよね。うん、だから語り部もね、なんか顔写真でフライヤー作って、ね、意外と野心家ですね、うん、リエさんは。そうですか、いろいろとね、うん、あの、いいじゃないですか。いいですよ。はい。ということでね、だから近く、あとね、中野女流会談が、ね、9月16日に中野の、どこだっけ中野でね。フローチャート。中野フローチャートで。こちらは、もう少し席ありましたかね。まだありますね。ね、こちら。何人ぐらい埋まってる今、正直半分は見てないですね。こっちに来た。申し込みでは、うん、あ、そうなんですね。10人ぐらいか。あ、じゃあね、ぜひね、相上ちゃんと草野舞さんと白上ジュリ子さんね、あの、浴衣姿でね、出ますよと。で、こちらのね、推しの人の名前を書いて、ニューマさん宛てにメールしてくださいね。白上ジュリ子推しがいないからね。いないんですか今のところ。一人もいないでしょ。こっちにたまたま来てないのかどうかわかんないんですけど。あ、ジュリ子さんの方に直接行っちゃってるかもしれない。ジュリコ人気ないな、年取ったら。そんなことないでしょう。あの、メッツボーのやつね、いっぱいファンの方いらっしゃいますよ。ただ、あのね、あの、地方に住んでる方とかだとね、あの、現地に行けないということでね。うん、はい、ということで、ちょっとね、直近のイベントはこんな感じにしときましょうかね。うん、はい。はい。